アイルランドの国章は1945年11月9日にアイルランドの正式な国章として制定された。一章は聖パトリックの青を地色にし、その上に銀色の弦を張られた金の盾ごとが描かれている。アイルランドの旗アイルランドの国章の盾ごとは紋章でもあり、イギリスの国章の左下やカナダの国章の縦部分の左中央部にも描かれている。 紋章記述は次の通り。この国章がアイルランド王の紋章であることが13世紀から言及がある。これらの武器はイングランドのヘンリー・パッセイがアイルランド教王へ1541年にアイルランドを再び王国であると宣言した時に採用された。1603年にイングランド、スコットランド、アイルランドが 王冠連合されると、それぞれを統一した紋章に統合された。縦ごとは1922年に、イギリスから分離した時に、アイルランド自由国の紋章として採用された。1945年11月9日に、アイルランドの国章として登録された。縦ごとの描写は時間とともに変化した。独立したアイルランド国家の紋章として1922年に、 復元されたとき、中世後期のゲイリック建てごとであるトリニティカレッジ建てごとがモデルとして使用された。紋章バッジや使用頻度の低いクレストやリースなどいくつかの編集が存在する。イギリスの王冠の下で1171か1541の間に存在していたアイルランドの中世レルムであるアイルランド教は別の紋章を持っていた。 古代のミーズ王国の紋章の編集も、かつてアイルランドの紋章として使用されていたようである。紋章学は、本質的に、封建芸術であるため、1169年に、ノルマン人がアイルランドに侵攻して、初めてアイルランドの紋章が生まれたのは、芸術が、イギリスやヨーロッパ大陸に普及してから数十年後の、ことだった。ヘラルド・オブアームズの言及は、 最初のアイルランドのキング・オブ・アームズの創設に関する1392年のことだった。イギリスのモンショインの下にあったアイルランドのキング・オブ・アームズは1552年に独立したアルスター・キング・オブ・アームズとアスローン・パース・イバントによって継承された。1943年、アルスター・キング・オブ・アームズはイングランドのノーロイ・キング・オブ・アームズと合併し、 ノーロイアルスター・キング・オブ・アームズを設立した。アイルランド紋章館の事務所は、アルスター・キング・オブ・アームズの後継者として設立され、アイルランドの紋章は1945年11月9日に、アイルランド紋章館によって登録された。しかし、アイルランド王の紋章としての盾ごとへの言及は、最も古い中世の紋章のロールの一つで、見つけることができる。 ワインバーガンロールは1280年あたりから遡るフランスの紋章ロールであり、オランダのデンハーグに保存され、アイルランドの王がディー・アズール・エーラ・ハープドールであるとされている。縦ごとは伝統的にダビデオに関連していたもので、中世のロールには稀なチャージであり、縦ごとを備えた2つの紋章だけが19の初期ロールのコレクションにリストされている。 三角形の図柄は12世紀と13世紀にジョン王とエドワード一世によって中世のアイルランドの貨幣に登場した。これらの図柄はそやなごとであったかアイルランドの効果を区別するための三角形の仕様からごとが発達した可能性がある。ごとがアイルランドの紋章であるという考えはトリスタンの宮廷伝説における架空の人物 ルロはィイルランドの言及に橋を発している可能性があるとされている。あるいは、13世紀の有名な詩人の詩であるタブリ・チャガム・クルートもリから派生したものかもしれないとされている。アイルランド自由国の国称その起源が何であれ、縦ごとは1541年にヘンリー達成によって設立されたアイルランド王国の象徴として採用された。 ヘンリー・パッセイの後期の統治、または、エドワード六世の息子の初期の統治のいずれかからの、アルスター・キング・オブ・アームズの文書では、アイルランド王国の紋章だったと述べている。1603年に、紋章は、イギリス、アイルランド、スコットランドのそれぞれを統一した紋章に、統合された。1922年に、イギリスからアイルランド自由国が離脱したとき、盾ごとは、 独立したアイルランド国家の紋章となった。今日、ごとは、アイルランドの効果パスポート、公式印象に使用されている。また、北アイルランド警察など、北アイルランドの多くの団体の紋章にも、組み込まれている。ごとは、ギネスや、ライアンエアなどのアイルランド企業のエンブレムに、頻繁に使用されている。また、モントセラトやカナダなど、アイルランドやイギリスと、 歴史的に関連のある国々の紋章にも現れる。1984年に紋章館によって承認された近代的なデザインの見本は国の紋章に関連するパリ条約第6条の3に基づいてアイルランド政府によって世界知的所有権機関に登録された。政府は縦ごとの響き板を右側にし、左向きの縦ごとのみを登録した。司法長官室は 右向きの縦物も登録する必要があると感じていたが、特許代理人は1870年代以降のギネスビール醸造所のロゴで、そのような縦物の使用を妨げるかもしれないと助言した。アイルランドの大統領期1945年以来、縦物はアイルランドの国章であると同時に、在任中のアイルランドの大統領の領章でもある。通常、了章は、 大統領旗の形の横断幕として作成されている。この旗は大統領が住居しているダブリン城にあるアーレスアム・ウフタラーンの屋根で国旗を形容しており、大統領専用車両にも掲げられている。他の大統領旗と紋章旗と同様に半旗で形容されることはない。大統領旗がアイルランドの旗よりも優先されることはないが、イギリスの紋章旗は、 イギリスの国旗よりも優先される。アイルランド教は1171年から1541年の間にイングランド君主のとに存在していたアイルランドの中世レルムであり別々の紋章を持っていた。1467年から1468年のエドワード4世の委員会はアイルランドの紋章技術はアズールスリークラウンズインテイルオア ボードやアラザンである。これらの紋章とアイルランドとの関係は、14世紀の変わり目に、エドワード一世のスコットランド戦争で戦った、アイルランドの有力者から始まったと考えられている。これらは、アイルランド教が、セーゲオルギウス十字で識別された、イギリスの領主と同じ方法で旗として採用した、エドマンド準教王の紋章だった。しかし、 他の中世環境でもよく知られており、アーサー王に起因することが多い。ヘンリー・パスセイが教皇と分裂した後、三つの王冠はアイルランドの紋章として放棄されたと考えられている。厳密に、12世紀のノルマン人の信仰に続いて、アイルランドはイギリスの君主の支配下にあった教皇の封建的な所有物だった。三つの王冠の紋章を変更する決定は、 強皇館には三つの冠があるため、強皇の封建的な主権を表すかもしれないという考えから生まれた可能性があるとされている。エリザベス長の編集で、時々コイン、マップに三つ間の代わりに三つをてごとを使用しているのが1562年にあった。これは新しく確立されたアルスター・キング・オブ・アームズの作成であるように見え、ヘンリー・パッセイの知性から使用されていた。 単一の盾と紋章にとって変わるほどの人気を博することはなかった。このように、大英図書館の写本に描かれた1603年のエリザベス一世の葬儀場では、クランベルカルド伯爵がワインバーガンロールのようにアイルランドの横断幕を背負って示されている。ミデの紋章の編集も、かつてアイルランドの紋章として使用されていたようである。ミーズは、 現在、レンスター地方の一部であり、かつて、アイルランド女王の地方だった。その紋章は、青いフィールドの王座に座っている王だった。アイルランドの紋章として使用された編集は、陛下が上にあり、背景が、紺碧のフィールドではなく、セーブルだった。稀に使用される紋章を含む、 アイルランド王国の武装功績1707年以降のアイルランド王国の国章グレートブリテン及びアイルランド連合王国の王室でありダブリンのキングズインに今も見えていますこのバージョンには女性の頭と胸のある建ごと,と中央にハノーバーアサノがあり1816年から1837年まで遡る現代のアイルランドの州で使用されている ごとのデザインは、ダブリン大学のトリニティカレッジにある中世後期のアイリッシュごとであるブライアン・ボルのごとに基づいている。近代的なデザインは、以前の描写とは著しく異なる。17世紀には、船の選手のような、女性の頭と胸を持つごとを描くことが、一般的だった。数字が9を下回らない場合、30個の文字列を、 すべて表示する必要はない。弦は常にシルバーで、縦ごとは常にゴールドである。縦ごとは青色の背景に描かれている。フィールドの色は聖パトリックの青と呼ばれることもあり、アイルランドに関連する青の色合いに適用される名称である。イギリスとアイルランドの州で使用されている現在のデザインでは、フィールドは常に深い青色である。 紋章の中での青の仕様は、アイルランド神話の擬人化である、ゴームフレースに関連している。ゴルメファイチレイスという単語は、アイルランド語の、ゴームと、フレースの複合語である。アイルランドの初期の書物では、10世紀と11世紀の、アイルランドの王朝の政治と密接に関連した、いくつかの女王の名前として言及されていた。アイルランド国立図書館は、 紋章の青い背景について説明しており、アイルランドの初期の神話では、アイルランド主権は、しばしば青いローブを着た女性によって表されていたと、述べている。稀に使用されていた紋章は、ジェームズ一世の焦点のために作成されたと、考えられている。紋章表記は、A タワートリプルタワードは、フロムザポータル、A ハートスプリンギングアラザン、アタイアードアンガルドオルソーアである。 リースは、オーアとアジュールだった。アイルランド王国の時代でさえ、リースと紋章はほとんど使用されていなかったようである。1801年の合同法から1949年のアイルランド共和国宣言まで、紋章は断続的にしか使用されていなかった。スコットランドとは異なり、アイルランドはイギリス国内で別個の紋章をつける権利を留保しなかった。 紋章とリースは今日、アイルランドの州では採用されていない。歴史的に、盾ごとは王冠に乗り越えられることがよくあった。この場合、描写は、紋章バッジとして、誰かまたは何かへの忠誠、または財産を示すために、使用されるシンボルである。エリザベス一世は1586年の2番目の、グレート、シールとして、バッジを使用した。このモチーフは、 チューダー朝時代のアイルランド教の効果を特徴としており、アイルランド王国の効果にも引き続き使用されていた。イギリスの創設に続いて、このシンボルは王立アイルランド警察隊と後に王立アルスター警察隊の傍子に使用された。今日、イギリス軍のアイルランド王室連隊の傍子で見ることができる。また、アイルランドでは、縦ごとが象徴として使用されている。 チューダー朝時代に作成されたアイルランドの紋章バッジは王冠がついていることでアイルランドの紋章と区別されているアイルランドの紋章にはサポーターがいない。ただし歴史的には紋章の描写に様々なサポーターが付き添っている。例えばチューダー朝時代の後期にはウェールズとイングランドを表すドラゴンとライオンを伴った描写が現れた。チューダー人は イングランドの君主だったが、ウェールズの家系だった。5世紀、イングランドとスコットランドの王冠連合に続いて、描写は、ライオンというニコーンを伴って現れ、イングランドとスコットランドを表した。その他の描写には、アイルランドを表す二つのおじかまたは、おじかとライオンが含まれていた。ただし、これらはいずれも、紋章の一部ではなく、 芸術ライセンスの観点から解釈する必要がある。愛国心な強いモットー、エリン・オブラ、聖パトリック・勲章のモットーの、キセパラビット、連合アイランド人会のモットーの、イット・イズ・ニュー・ストラング・アンド・シャル・ビー・ハードなど、アイルランドに関連するいくつかのモットーが、縦ごとの表現と一緒に使用されている。しかし、紋章のモットーがアイルランドに与えられたことはなく、紋章を伴うものはない。 アイルランドは、青のフィールドに、縦ごとが描かれていた紋章だけでなく、縦ごとの旗も掲げていた。紋章と同じだが、青ではなく緑のフィールドであり、紋章技術は、バーと、エーハープオア、ストリングド・アラザンである。緑の旗、または、グリーンエンサインの最も早く知られている記録は、スペイン軍のアイルランド隊の17世紀の亡命者であり、 兵士であった応援牢オニールによるものである。死の船、セーフランシスはアイルランドへ向かう途中、ダンケルクの停泊地に横たわっていた時に、マストの頂上に緑のフィールドのアイリッシュ立てごとが形容していたと記録されている。オニールは、新京と革命の間にアイルランド南部戦争に参加するためにアイルランドに戻り、そこで主要な将軍として貢献した。 緑の旗の編集は1798年の反乱の際に合同アイルランド人会によって使用され、海外でもアイルランド隊のアメリカ南北戦争、メキシコ軍にいたイパトリック大隊の米北戦争などで使用された。アイルランド王国には公式の国旗はなかったが、18世紀と19世紀の情報源によってアイルランドの旗として記録されている。 特に18世紀と19世紀には、選手機として、また非公式で、アイルランドの軍艦機として使用されていた。現在のレンスター地方の紋章はそれに由来すると考えられている。アイルランドの4つの伝統的な地方の紋章は、一般的に、アイルランドの紋章として4分の1で象徴される。4分の1は通常、 最初に、レンスター、2番目に、この音、3番目にアルスター、4番目にマンスターの順に、描かれている。結果として、紋章旗の形で頻繁に表されている。また、他の紋章やエンブレムでも使用される。例えば、アイルランド紋章館が率いる、家系図書室の紋章は、エーチーフグルズ、チャージドウィズ、エーチュードルポートカリスオアビトウィンツースクロールズ、 アラザンとされている。レンスターの紋章、バート、エイハープオア、ストリングド・アラザンは、地気の変化によって、アイルランドの紋章から進化した可能性が高いと考えられている。同様に、マンスターの紋章、アズール、スリーアンティーク・クラウンズ・オアは、旧アイルランド教、または1386年に、ロバート・ドビアーのために作成された。 アイルランド公爵から派生したと考えられている。紋章は現在、アンティーク、または、東洋として、次のように描かれている、エイゴールドリーム・ウィズ・ウェイト・シャープ、トライアングラー・レーズ、オブ・ウィッチ・ファイブ・アレシーン。アルスターの紋章は、オバールの、レッド・ハンド紋章とドブルグの紋章、アルスター伯爵で組み合わされたものである。これら二つの王朝とシンボルは不可分に、 アルスターに関連されている。文章記述は、オア、オン、エイクロスグルズ、アン・イニスカちゃん・アラザン、チャージド・ウィズ、エーデクスター・ハンド・エレクト・アウ・パウメ・アンド・クド、アット・ザ・リスト・グルズとされている。最後に、この音の文章記述は、パーティー・パーペイル・アラザン・アンド・アズール、イン・ザ・ファースト・アン・イーグル・デメディエーテッド・アンド・ディスプレイド、セーブル・イン・ザ・セカンド・イシューント。 フロムザパーテーションアンアームインバウドベステッド。ザハンドホールディング、エーソードエレクト、オール・アラザンとされている。これらは、ドイツのレーゲンスブルクにある、中世のスコットランド修道院の文章から、採用されたと考えられている。少なくとも14世紀に遡るレーゲンスブルク、スコットランド修道院の文章は、オブライアン王朝の文章と関連している。 可能性のあるシンボルで、マーシャリングされた神聖ローマ皇帝の紋章と組み合わせたものである。この音王であり、アイルランドの最後の上王であるルアイドリオコホバーに、講演者からの贈り物として、ノルマン人の侵略前に、修道院から与えられた可能性がある。紋章は、1575年頃にアスローン。 パーシバント・オブ・アームズ、エドワード・フレッチャーによって、アイルランドのオールド・タイム・アームズとして与えられた。ティンクチャーのわずかな変更により、17世紀に、この音の紋章となった。アイルランド紋章館、ありがとうございます。